こんにちは、リリナナです。今回はアクリル毛糸の余り糸でエコたわしを編んでいこうと思います。玉編みのエコたわしなの で小さい手のひらサイズになります。よかったら一緒に編んでみてください。で、今回使用するのはお家で余ってる余り糸、何かアクリル毛糸ありませんか？そういうもので作っていきます。ダイソーさんのアクリル毛糸がうちに余ってたので、それの水色っぽい色で編んでいきます。かぎ針は7号針、8号でも何号でも自分の好きなので大丈夫です。あとはハサミととじ針を用意しておいてください。では玉編みエコたわしの編み方ということで、2段でできます。1段目玉編みと鎖編み2目っていうのを交互に編んでいきます。中長編みの3目の玉編みになります。それを8個玉編みを8個入れていきます。で、この間の部分に玉編みを2つ入れていく感じで2段目を編んでいきます。玉編みを16個作ります。で、最後にもしループをつける方はループ、今回鎖9目で作ったんですけども、お好きな長さで作ってください。ループをつけるとこんな感じ。私は普段ループを作ったもの、ループがついてるものはほとんど使わないで、いつもこの形にしてしまっています。はい、では輪の作り目からスタートするんですけども、玉編み8個入れるので指2本分に1回2回巻きつけます。で、ちょっと大きめな輪を作って、この中にまずはキュッと引き抜きます。で、鎖編みをしないでこのまま糸を伸ばします。で、引っ掛けて中長編みの途中まで1回2回、最初の1目だけ中長編み2回分のに未完成のものを作ります。で、全部一気に引き抜く。で、ここで鎖を2個、1、2で、また中長編みの未完成のものを今度は3個作ります。1、2、3で、今度一気に引き抜く。で、鎖を2個、1、2、3で、鎖を2つ。で、これで玉編みが1、2、3個、で、玉編みが4個で、鎖2つ。玉編みが5個で、だんだんここが狭くなってきたらギュッとこっちに寄せちゃいます。1、2、鎖2個1、2、3、4、5、67個で、最後中長編み3個の未完成ですね。で、鎖を2つで、ギュッとこっちに寄せて、糸端が出てるところと同じところを引っ張ると輪が縮まります。で、最初の鎖のところに引き抜きます。で、これで1段目が編めました。次2段目、
2段目最初だけ引き抜いて伸ばして、で中長編み2個の未完成のものを作って玉編みを作りますね。で鎖2つで、今度は中長編み3目の玉編みで鎖2つ、必ず中長編みを編んだ後は鎖2つを入れます。で間の部分に玉編みは入れていく感じですね。この間でここで引き抜いたので、こっちでも一度引き抜きます。この間空いてるところで引き抜いて伸ばします。で1回2回、でこれで全部引き抜く。で鎖を2個、1回引っ掛けて持ってくる、引っ掛けて持ってくる、もう1回、3回します。で全部一気に引き抜く。で鎖を2つで、これを繰り返します。で玉編みを編む時に引き抜くのが難しいっていう方もよくいらっしゃるんですけども、針のこの引っかかるところがこっち向いてると通らないです。なるべく下に向けて、手首をちょっとこうこんな感じ、わかるかな、3回やったら引っ掛けて、針の引っかかるところを下に向けて、ちょっとこういう感じで出していきます。で鎖を2つで、間には必ず玉編みを2つ玉編みの後は鎖を2つで2個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 っていう感じで玉編みをぐるっと入れていきます。はい、全部玉編みを2個ずつ、間に2個ずつ入れて、玉編みの間には鎖編みを2目ずつ入れてきました。で玉編みの頭、最初の1目の玉編みの頭の部分に針を入れて引き抜きます。でここからもしループを作る方で長さはお好みで、私は今回9目、鎖9目でループを作っていきます。ループを作らない方はこのまま切って糸処理をしちゃって大丈夫です。で1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個入れたら、引き抜いたところまた針を入れてこのまま引き抜いてしまいます。これはどこでも大丈夫です。引き抜いたところじゃなくて最初の一目目でもいいし、好きなようにやりやすいようで大丈夫です。で糸処理できる分残してカットします。で糸を出して、で糸処理をします。でこういう目が大きい時とか、糸処理をどうしてますかってよく質問をいただくんですけども、どうやって糸処理をしたらいいですかとか、私はこう例えばこっちからこう出してきたらまた戻ります。でも同じところから入れると意味がないので、一目上からでもいいし、目立たないように中からこっから出てるので適当に糸が絡む感じですね。でこっちから出す。でそうすると抜けないので、これでカットしてもいいし、もしスヌードとか
身につけるものとか何かバッグでも何でも心配だったら、これを何回か繰り返します。出てるところじゃなくて今度は違うところからまた入れて戻る。で何回かやると気にならなく取れなくなります。これは模様編みでもどんな編み方でも私はこういう感じでやってます。一回こう入れたらまた戻る。その時に同じところから入れないでずらして、ここでストップするように、で気になるようだったらもう一回で、そうすると取れないです。ほどけてくることがないので安心だと思います。でもしこう歪んじゃってるっていう方がいたら、ピッてすれば結構大丈夫です。ちゃんとピンとなります。どうでしたか？簡単ですよね。で私は普段はまあループは つけてないんですけども、食器とかはアクリルたわしは使ってなくって普通のスポンジで洗ってるんですけども、洗面台のところに置いといたりとか、あとはお風呂に入るときにこれを一つ持ってって、でお風呂に入りながらちょっと鏡を磨いたりとか、あとは娘と一緒によくお風呂に入るんですけども、娘にこう渡すと結構掃除をしてくれます。たまにいろんな色で編んだりして、今日これ作ったよって言うと娘が喜んで掃除を手伝ってくれます。掃除というか、あ落ちるみたいな感じで、子供にも、結構いいと思います。でシンプルなので結構置いといても可愛いです。で余り糸なのでもう汚れたら、で小さいしもうすぐにポイッとしちゃっています。よかったら余り糸が結構あって何にするか困ってるっていう方も結構いらっしゃったので、よかったらもしアクリル毛糸が余ってる方がいたら作ってみてはいかがでしょうか。とっても簡単にできます。では今回はこの辺で、リリナナでした。